お、ピロリンっつった。その出し方で合ってます。めっちゃ雑に出しましたよ。病人ですよ。病人ですよ。はーい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、バンジョーとカズイの大冒険2、やっていきたいと思います。前回ですね、こちらのテリーのオアシスを探索中に困っているね、スティラコサウルスの家族を見つけたということで、今回はね、マンボに頑張ってもらいながら、いろいろと解決をしていきたいと思います。一人はね、もう助け出したので、この子はもう終わってると思うので、はい、この二人をね、直していきたいと思います。じゃあ、まずは、この子、多分マンボのあの拡大の技を使えば治るんじゃないかなと思うんで、直していきましょうか。さあ、マンボ、よろしくお願いします。今回は多分、マンボ大忙しですよ。マンボの助けいる、ここでもいるし、別の場所でもね、いりますからね。とりあえずは、あの子をね、大きくしてみましょう。できるかどうかはさておき。まさかのこっちからじゃいけない。滑る。マンボ滑る。こっちの細い道を伝っていかなければいけないですね。よいしょ。と、たどり着きました。では、試してみましょうか。マンボの魔法がいかほどのものかね、見せていただきましょう。いきますよ。マンボマジック。呪文、うまくいくはず。拡大、小さなスティラコサウルス、いけそう。さあ、どうなるでしょう。っていうか、そもそもなんで小さくなったんでしょうね。おーおーおーおおお。演出が派手。お、大きくなってる、大きくなってる。お、なんか、正しいサイズに戻った感ありますね。いった。いけました、さすが。小さかった子供を大きくしてくれて、どうもありがとう。いえいえ。これであの子にも彼女ができるわ。そういう問題。まあ大事ですかね。はい。じゃあ、あと一人ですね。この子をどうにかすればいいんですけど、崖エリアに行けと言っていたので、とりあえずは、バンジョーとカズーイに戻らないとダメそうですね。さあ、戻ってまいりました。で、崖エリアっていう言葉が出たということは、すなわち多分、別エリアに行くには出法を使わなきゃいけないと思うんですけど、もしかしたらあれじゃないですかね、バンジョーがリュックするやつ、リュックで運ぶやつ、あれ使えば持ってけたりしません？どうやるかやり方忘れたんですけど。違う、攻撃ですね、これ。違いますね、これ。あ、回収できた、回収できた。はい、入りますか？物理法則無視してませんか？大丈夫。じゃあこれで一旦出法を探したいんですけど、私は駅の場所を全くもって覚えていないので、駅を探しましょう。どこでしたっけ、駅。ありました、駅。ここだ。ここでなんか今、あんなところにロックナッツ族もいた。覚えていてください。後で倒しますよ。あれ民情だった気がするな。でこれで乗せればいいんですよね、多分ね。って考えると、ここかな？貨物室。荷物室だった。荷物室に出す。お、ピロリンっつった。その出し方で合ってます。めっちゃ雑に出しましたよ。病人ですよ。病人ですよ。おお、まだ気分が悪いよ。この出法は医者に繋がっているのかな？で、これで、崖エリアに行かなければならないということは、一回外に出なければならない疑惑がありますね。よし、やりますか。その前に忘れないうちにあいつ倒しちゃいたいですね。ロックナッツ族倒しましょうか。さあ、ではカズーイと合流して一回駅まで戻ってやつを倒しましょう。割と行ったり来たりにはなりますが、仕方ないですね。行き当たりばったりな冒険してるんで仕方ないですね。さて、ここであったが100年目なんですけど、あれどうやってぶち当てればいいんでしょう。ふむ、あれこっちからじゃ行けなくないですか。後ろある、あれないですね。どうすればいいんだろう。こっちのね、やつを倒すための手段は
ベイビーちゃんしかいない。なんか民情発動してません？民情発動してませんでした、今。一回やってみますか。物は試し。全然届かないですね。上を向いて、上を向いて。お、いけそうな気がする。狙いを定めて、この角度で行ってみましょうか。2つしかないんでね。てい、あれ吹っ飛んじゃったんですけど、あ、爆発しちゃったんですけど、悲しみ。さ、狙いを定めた状態で直接当てないようにして、こんぐらいの距離で打ち出す。ちょっと違いましたね。ちょっと上ぐらい、ここの境目ぐらいかな。ここの境目ぐらいを狙って当たらないように打ち出す。行き過ぎましたね。となるとこれぐらいでいけた。ではではでは、ドッカーン。お、ジグソー落としましたね。ロックナッツ族が全て倒されたとは信じられん。では輝く岩を渡そう。潔かったですね。じゃあ同じ感じで取りましょうか。てい、ゲット。ようやくロックナッツ族を倒すことができましたね。じゃあ改めて一旦崖エリアの方に戻りましょうか。よいしょ、崖エリア。じゃあ一旦マンボにしてしまった方が早いかも。お願いマンボ。さあ、ではシュッポをここに呼びましょう。マンボじゃ呼べない。では改めて、カモンシュッポ。シュッポはテリーの和紙の洞窟で壁画を見ているぞ。なるほど。お前のいる駅までシュッポを移動させようか。はい、お願いします。さあ、テリーのオアシスから、ああ、壁画あれなんですね。シュッポーの壁画が書いてある。じゃあこれで多分荷物室に乗った状態で来てくれると思うので、来たらまたマンボに変えて治療を施しましょうか。おお、このアングル毎回怖いですよね。来ました来ました。 OKOK、 じゃあ一応荷物室を確認しておきましょうか。はい、ではでは荷物室へ。こっちですね。ちゃんと入っているかな、待ってるかな。あ、いますね。よしよし。おお、まだ気分が悪いよ。医者につながっているのかな。はい、大丈夫です。ではでは、さあマンボ、よろしくお願いしますよ。またマンボの助けいります、いります。お医者さんとしての役割を期待します。直しに行きますよ。さあ、ではやりましょう。マンボパッド、呪文うまくいかず。よし、使えてますね。ヒーリング、病気のスティラコサウルス。すごいですねマンボね、回復まで使えると。さあ、これでどうなります。マンボジャンボ、治ってるのかな、見えないですけど、どうなったんでしょう。これは様子を見に行くしかなさそうですね。お、キラ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 。あ、元気になったっぽい、元気になったっぽい、元気になってますね。オッケーオッケー、ウベだ、ありがとうマンボ。じゃあどうしましょうか。一応病状を確認しに行きますか。でその後戻りましょう。元気になりました？ふう、だいぶ気分が良くなったよ。ねえ、その足を噛み切って、怖い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 。そうか、原始人食べたとか言ってましたね。さあ、では呼び戻しましょう。魔女アイランドのビーチでリラックスしているぞ。崖でしたけどね。お前のいる駅までシュッポを移動させようか。はい、お願いします。崖エリアから来れば、またあれですかね、リュックで運んでいかないとダメかな。さ、とりあえず来ていただきましょう。シュッ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 。はい、さ、来ましたね。よいしょ、じゃあ連れて行きましょうか。あれは民情ですね、明らかに民情ですね。シュッポー、
あ、出てきた。あれ、一人でに帰っていきます。ヤッホー、もう気分最高だ。家まで走って帰るよ。はい。じゃあ、お礼をもらいに行きましょうか。お、帰ってきましたね。帰りつきましたね。元気ですね。すごい元気ですね。なんとお礼を言ったら良いのやら。これは私があの運河文河たちを踏んづけちゃった時に見つけたものです。お礼にどうぞ。あ、くれた。いきなりくれた。あたいらあんたのためにむちゃくちゃ必死で働いたのよ。もう一個ジグソはないの？ないわ。そうか、わかったわ。ないわ。一個、まあ一個くれただけでもよしとしましょう。よし。まあ、直接くれたんで取りに行く手間は省けたということですね。じゃあ卵を探しましょうかね。今のところなんかもう当てがあるのがだいぶ少なくなってきましたが。お？こんなところあるんですね。こっちの方から声が。いたー！いましたね。セパレートパッドも近くにあるんで、孵化させちゃいましょうか。よいしょ。てい。カズーイ、行きましょう。よいしょ。孵化。さて、かわいい。俺の大切なベイビーの一人だな。かわいいと思わないかい？さあ、これで4人って言ってましたよね。あと1人。あと1人なんかありますね。あの巣の近くにいたやつじゃないですか。数え単体だと登れないって言ってたところ。あれもしかしたら直接飛んでいくとかいう可能性ありますね。試してみますか。どこだったか全く覚えてないですけど。当たりですね。意外に記憶力も悪くないですよ。で、確か記憶によればセパレートパッドもあったような気がするので、それを使って空を飛べばなんとかなるかもですね。やってみましょう。やれることはやってみましょう。あれ、セパレートはなかったですっけ。ちょっと空を飛んで偵察してみましょう。なんかどっかに、あ、上だ、上にあるんだ。そうだ、あの一番上の行けないって言ってたところに、あ、ここですね。ここにあるから、ここで一旦着陸し、で、セパレートして、カズーイにして、死なないようにもう一回飛び込んで、で、もう一回飛ぶ。ですね。で、上まで一気に行ってしまえば、温められるはず。完璧では。完璧なシミュレーションでは。取らぬタヌキの川山用になればいい、ならなきゃいいんですけどね。で、飛ぶ。どこでしたっけ。意外に近かったような。あれ、この上、あ、この上ですね。で、一気にここまで行く。着陸 OK。 行けたのでは。温めてい。これでラストですかね。よいしょ。でかくない？あらら、この子は大きいな。ほんとそうよ。飛ぶこともできない。え、飛ぶこともできない。俺の巣に入るかな。爆弾エッグを打ち込んでもダメだったんだろう。ひどい、ひどい。あんたひどいこと言うわね。冗談だよ。俺のところへ連れて帰ってくれ。エアロビでもさせて痩せさ、え、ちょっとバンジョーを呼んでくるわ。なるほど。連れて、あー、あれですか。またこの間のスティラコサウルスみたいに連れて行けと。なるほどね。意外に、あ、ってことは、ってことは一緒になってはいけないのでは。別れましょう。では運搬しましょう。違う、いまいちコマンド覚えてない。収納 OK。 では確かここは巣が近かったはずなので落ちないように進んでいきましょう。お、こっちじゃない。あ、めちゃくちゃ子供がいっぱいいる。声が聞こえる。よいしょ。さあ、連れてきましたよ。危ない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 。落ちる落ちる。じゃあここで。違う。出しましょう。てい。ピロリン。てい。いい勢い。
おお、これで全部だ。ふう、やっとだね。数えもちょっと疲れたみたいだったし。では俺が約束した残り半分のお礼だ。お、すごい、ジグソーいっぱいですよ。でかい、でかい、でかいな、でかいな。オッケー。じゃあ数えと合流しましょうか。お疲れ様。オッケー。ここにあった、ここにあった、ここにセパレートありましたね。じゃあちょっと意外にリュックで運搬する技を使うんで、試してみたいことがあります。試してみたいこと、それはこの読めないの洞窟のこの人たちをリュックで運べないかなっていうことですね。なんか食べ物があるところも別に分かんないですけど、やってみましょうか。ではダメですね、こやつらは対象外みたいな感じですか。ほーん、はい、ということでね、方々いろいろ探索したんですが、まあ、だいたい集まったんですけど、まあ、いつものごとくね、チートさんのページが1つとジグソーが2つ見つからないということで、まあ、あれですね、いくつか心当たりはあるんですけど、1つは、何でしたっけ、ストンピング平原の先、バンジョーで何とかしていけないかっていうところと、あと、さっきのオーグルなんちゃら族にご飯をあげられないかっていうところ。と、あとあれですね。お水が欲しいって言ってた恐竜さんにお水をどうあがいてもあげることができなかったので、それですね。はい。それでまあちょうど怪しいところは3つなんで、多分それでしょうというところで、現状は取れない説が濃厚なのかな。なんか最近本当に判断基準が甘くなってるような気もしますが、まあまあ一旦ね、テリーのオアシスは終了とさせていただいて、またね、新天地に行ったりしてみようかなと思います。ということでね、今回も嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。テリーのオアシス編、一旦完。